あたりだが。単刀直入に聞くが、今暇か。まあ、どうせそうだろうと思ったよ。今から遊園地に行かないか。安心しろ。君は単なるおまけだ。女の子が二人来るんで、数合わせで声をかけてみただけだ。それは来てからのお楽しみだ。で、来るのか、来ないのか。じゃあ、すぐに駅前まで来たまえ。遅れたら容赦なく置いていくから、そのつもりでな。遅いぞ。君のことは特別に誘ってやったんだ。感謝したまえ。おはようございます。おはよう。今日は一日とても楽しみにしています。よろしくお願いしますね。まあ、こちらもよろしくな。これで今日のメンバーは揃ったな。じゃあ、行きましょう。どの施設で遊びましょうか。へえ、妙に乗り気だな、エミ。ええ、やはり遊園地は一人で行くよりお友達みんなと一緒の方が面白いと思いますから。そうだな。私も少しは楽しませてもらおうかな。ええ。ちょっと待ってくれ。セリカさん、俺と一緒に行きませんか。え、お前と。ふん、仕方ないね。ここは公平にセリカさんに決めてもらおうじゃないか。そうだな。分かったよ。行こっか、白鳥。ふん、そういうことだ。それじゃあ行きましょうか、セリカさん。ああ。それでは、ウヌーノさん、参りましょうか。で、何に乗るか決めたのか。メルヘンワールドだな。よし、行こうか。メルヘンワールドって楽しい施設だと思うのですが、お客さんは入ってないのですね。セリカはここは幼稚すぎて入るのが恥ずかしいからだというのですが。ちょっと待ってくれ。エミさん、俺と一緒に行きませんか。はい。仕方ないね。ここは公平にエミさんに決めてもらおうじゃん。困りましたね。じゃあ、私、白鳥くんと一緒に行くことにします。そういうことだ。それじゃあ行きましょうか、エミさん。はい、参りましょう。悪いね、残り物でさ。冗談だよ。それじゃあ行こっか。で、何に乗るか決めたのか。
ジェットコースターだな。よし、行こうか。やっぱり遊園地って言ったらこれしかないよな。ハゼを切って思い切り急降下するあの感覚、たまんないよ。まあ、エミには悪いけどね。あいつ、こういうの嫌いだからさ。ちょっと待ってくれ。セリカさん、俺と一緒に行きませんか？え、お前と？ふん、仕方ないね。ここは公平にセリカさんに決めてもらおうじゃないか。そうだな。分かったよ。行こっか、白鳥。ふん、そういうことだ。それじゃあ行きましょうか、セリカさん。ああ。それでは、フミーノさん、参りましょうか。で、何に乗るか決めたのか。観覧車だな。よし、行こうか。観覧車っていいですね。ゆっくり回るだけですが、ちょっとした空中散歩の気分を味わえますね。もうこんな時間か。時の経つのは早いものだな。そろそろ帰るとしよう。今日はとても楽しかったです。また一緒に来ましょうね。ま、割と楽しかったよ。暇だったらまた来てもいいかな。ええ、また機会があったらみんなで来ましょう。ま、君のことは気が向いたら呼んでやらんこともないな。せいぜい楽しみにしていたまえ。ごめんなさい。
なさい、遅れちゃって。向こうの方に面白そうな屋台があるよ。ゲームで景品がもらえるんだって。